今回は2017年7月から東林館でカフェやアートスペースを運営している調査慎之助さんをご紹介します。調査さんの魅力に惹かれて訪れる人も多い東林館のカフェ&ギャラリー、その取り組みは、これまでは地元作家さんの作品とか地元で美味しいものを作っている人たちのものを販売したり、あとは毎月毎週何かしらのこう面白いイベントを企画しております。多くの人が訪れたこの催しは、今日のイベントはですね、1日1といって毎月定期的に開催することになったマルシェイベントです。この日は様々なワンコイン授業があり、調査さんも教壇に立ちました。先週アフリカに行ってきましたので、そちらの体験記と、コーヒーの話をさせていただこうかなという感じです。自分の身の回りのものは知ってる人のもので揃えたいっていうのもあって、ゆくゆくはやっぱり自分が扱ってる全部のコーヒーの生産者さんと会って、その人の作ってるこういうコーヒーでこういう場所で作られてますっていうのを全て分かるような、かつ持続的に取引できるようなコーヒーをこの場所を通じて提供していきたいなというふうに思います。途上国を支援するフェアトレードの推進委員会会議への出席をはじめ、いなべ産品の魅力発信も積極的に行ってきた調査さん。しぐれのお茶屋さんのほうじ茶と、あとかぶせ茶をこういろんな人に知ってもらうっていうので、茶を作ったり揚げパンも販売しました。東林館をさらに魅力的な空間にしていきたいという調査さん。僕自身コーヒー屋なので、美味しいコーヒーを作るっていうのを一番大事にしつつ、いろんなことをチャレンジしたいっていう人と、こんな場所があるよっていう人をこうつなげれるような、人と人をつなぐ間の役割であったらなと思います。コーヒーを通して心を豊かに、調査慎之助。